はい、こんにちは。こんばんは。浦面です。えー、本日はですね、えー、5月、6月に購入した自分の漫画の紹介をしようと思います。えー、まず初めに、だいぶ間が空いてしまい申し訳ございません。その、仕事とロードバイクにはまっちゃって、いや、自分はやっぱりその、何か一つにはまると、次のものっていうのが若干、その、視野から外れてしまうことがありまして、まあ、これは正確ですね。申し訳ないです。でもやっぱ、本は好きなんで、淡々と買ってるので、 まあそのやっぱり引き続き機会があれば紹介していければなと思ってこちらに集めてきました、まあ、ただ2か月分なのでもうだいぶ抜けがあります多分5冊じゃ聞かない以上もう5冊から10冊ぐらい買ったけどこの中にないっていう本があると思いますけどまあそこら辺はしょうがないちょっと淡々と紹介していきましょうではいきますちなみに純不動ですあの5月6月関係なく混じってます、えー、トリアージ19巻「ハイスクール・オブ・ザ・デッド」 書かれた方の今現在続いてる作品ですねなかなかえぐい展開あと絵がすっごいうまいそして前回の間ではその剣術のすごいかっこいいシーンとかもいっぱいあったからもう自分的にはもうかなり今お気に入りの作品ですねかっこいいですとにかくあと可愛い,いそして、えー「僕のヒーローアカデミア」今ヴィラン連合側に結構視点が集まった話になってますよね本編ともともめちゃめちゃ盛り上がってます超楽しい UQ ホルダー まあここはどうでしょうね。話が一気に進んだって感じはしちゃいますね。もうちょ,ちょっとだいぶゆっくり読んでるから、一度一巻から読み直した方がいいかもしれないですね。自分の知識が追いついてない可能性が結構あります。ただまあ、安定した絵柄、そしてまあ停滞してるわけでもない、その淡々と進む話って考え,考え方もいいのかな。うん。単純なそのバトルに 終しして欲しくはないんですけど、まあ、ちょっと今後どうなるか楽しみです。で、して Days33 巻もう最高でしたこれ超エモいあのサッカー漫ンーなんですけどサッカーシーンほぼゼロこの1巻全部、えー、確か準決勝の話だったかな準決勝に準々決勝勝ってその後準決勝に行くまでの話だよそうだよねの話ですねでいろんなその 選手のいろんな話とかがあって、さあ、3年生の話、2年生の話とかもめちゃめちゃ良かった。ここまでサッカーシーンをなくして、ここまでサッカー漫画を描くか最高だった。はい、次の巻がすごい楽しみです。空挺ドラゴンズ6巻いやあ。この作品はアニメが本当に楽しみ。本当に楽しみだわ。 多分アニメです。ごい。いい出来で作られると思うので、まあ、漫画買うのどうしようかなってなんでる人はアニメを待ってもいいと思います。はい、すげえおすすめです。私の少年6巻久しぶりに出ました。33歳 ol と14歳、中学生の男の子のお話ですね。まあ、1巻からは結構どういう展開にな,なんのかなって結構面白く見てたんですけど、だいぶ現実世界に落とし込んできて、結構怖い。危うい危うい世界観になってきたので、まあそこら辺も楽しみに見ていこうと思います。 そして極主夫道3巻いやーいくらず面白かった何を言うでもないですね極道から主婦に転身した男の人の筋の通った主婦生活をご覧あれって感じですね最高っすそしてこれ今回初めて買った作品ですね可愛、えー、いいかい,いだけじゃないしきも森さん1巻確かあのツイッターかなんかであの1話2話ぐらいを見てあ面白そうと思って買ったやつですねはいまあ安定した内容でとても良かったです あと、絵が、その、なんだえっ、ー、と、あれあれあれ、えっと、マルドゥックスクランブルとか、えっと、なんだっけ、声の形とか、今だと、えっと、不死、不滅のあなたへか、を描いてる人の絵柄に少し近い印象があって、なんていうか、自分好きなんですよね、この、この人の絵柄。なので、買っちゃいました。綺麗にしてもらえますか ?3 巻、クリーニング屋さんのお話ですね。今回、の SNS とか取材とかそういう話があって、結構現実に寄り添った、 あのよ,ようなお話もあってすごくなんていうか読みやすいそのほんと考えて書いてるんだなって本当にそのなんていうかみんながどういうふうに興味を持ってもらうかとかそういうのをちゃんと考えて書いてる漫画なんだなってあと絵もすごい綺麗だししみやすいしもうあのこれこ,ここが特別楽しいとかそういうわけじゃなくてなんていうかこういう漫画があると安心するなっていう感じですねそして「壮、え、根、ー、の少女」と「奏霊の旅」2巻。 まあ独特の世界観なのでただひたすらあのあとはまあその表現の,その表現方なのかどうかっていうそのさじ加減をどこまでまあ例えばインパクト重視であえて派手にしてるのか世界観的に自然なものなのかっていうのの違和感を読者に与え,られあ与えないように。 今後進んでいってくれると自分はいいいなって思いますね今はやっぱり若干そのインパクト重視で絵を選んでる感じがあるので、まあ、ちょっとそこら辺は今後どうなるか楽しみにしてます。陸道21巻。もう絵うますぎ。これはもう何も言うても,もないですね。ボクシング漫画。結構暗い。私ここまで絵がうまいボクシング漫画はなかなかない。すごいっす。ドロロ、百鬼マルデン。これはあの作者街ですね。 あの神風とか、えっと、現在の進撃巨人のスピンオフですとか、そこら辺を書いた作者の方ですね。結構好きなんですよね。ただまあ、今回のやつはアニメと全然内容が違ってて、しかもなんか、泥棒さんがズボンを履いててイメージが全然違ったんで、まあ、2巻買うかどうかは、まあ、ち様子見ですね。そして、朝日ちゃんのセーラー服5巻。これは面白かったですね。てか、面白かったって、この人の作品も先ほどの映画なんだっけ 先ほの綺麗にしてもらえますか三冠ってのと同じ同じって言ったら、まあ、両方の漫画家さんに、まあ、失礼だと思うんですけど、まあ、自分の自分の求めているいあの癒しの方向性が同じって言えばいいんですかねひたすらその登場人物の日常を眺めている感じの作品ですねはいすごく何て言うか表現豊かでいいですねイラスト集なのかみたいな感じをちょっと思わせるかのような内容なのに表情がすごい豊かなその 絵柄画風なんでいやーいいですねそしてこれは前回1巻買って面白かったからそのまま一気に2巻3巻って買っちゃいましたねその着せ替え人形は恋をする、えー、コスプレする少女とえっとコスプレ衣装を作ったことがないけどそのひ,ひ,な、ま、ひな人形の衣装ひ,ひな人形しかの男の人との2人のお話ですね、まあ、1巻読んで 1>, まあ1巻を買った理由っていうのは好きなものを人の好きなものをバカにするとかありえないよねっていうまあ当たり前のセリフを主人公というかまヒロインが言ってくれてあいいなって思ったんで買ってでこの2巻3巻買った理由っていうのはその主人公の口調がそのなかなか自分の発想からは出ないあのもうヤバヤバのヤバとかちょマジえま待って待ってみたいなそういうなんていうか。 あの俗にオタク女子なのか一般女子なのか分かんないですけどそういう女性特有の言い回しがすごい多くてそういうのを見るのが楽しくて買っちゃいましたね、はい、結構好きですかわいいですそして、えー「とんがり帽子のアトリエ」5巻こちらはですね、えーまあ、独特の世界観で魔法っていうのをお、ま、魔法をテーマに先生と弟子の話を結構描いた感じですね結構好きです ままず絵ががいいいそして次にその世界観がいい、まあ、自分の感じる世界観っていうのはこの世界にこの人たちがいそうっていうその違和感だから世界観を表現するための絵とキャラクターをユーザーに見せるための絵ってやっぱ違うんですけどそこら辺がもうなんかマッチしてるというかあと大人と子どものちゃんと力の,差の表現もいいし世界観の危うさ魔法があるゆえの恐ろしさっていうのもちゃんと描いてるんですごくいいですね。 説得力って言ったらこれはやばいっすよこの説得力はもしもこのようにこういう力を持った人たちがいたらこういうふうになるだろうっていうのを想像できるすごくいい作品です自衛隊とかのすごい考えてるその事情とかを素人の自分から見たら説得力をすごい感じます超おすすめもうそろそろクライマックスですかね、えー、月の3号2巻佐木少年さん こちらの作者はですねあの、月姫をコミカライズしたといえば結構、あ、あの人ねって分かる人はいるかもしれないですね。ただ世界観が独特すぎるので、自分もまたあと、ま、1、2回読んで、ちょっと理解してからかな、こちらを、これをもしも紹介するとすれば。ただまあ、絵はすごいうまいので、月姫のコミカライズが面白ければ安心して買っていいと思います。はい、そのぐらい自分はこの,作この作者を信頼してます。そしてこちら、えー、と机の上神話ってやつですね。 こちらはえ生桑な新色さんっていうのかな？ちょっと名前どういう風に読むのか若干自信ないですけど、えー、っと行くなってますね。生花、新色さんですね。自分的には結構18禁の方で書かれてたような印象があったんですけど、そのこの人の絵ってなんか女性の表情というか。キャラクターの表情っていうのはすごくなんていうんだ。荒い絵なのに。なんかツモに来るというか？すごいなんていうかいいんですよ。だからか可愛い,い。可愛い,い。かか 方面じゃない絵柄なんですけどその人間性そう人間性あふれる絵柄がすごい好きででこの人の漫画があ一般であるんだって思ったんで買っちゃいました基本4コマ漫画ですねこんな感じこんな感じすげえ面白かったです3つ4つぐらいの作品がもう作品集って名前があるんでもうボロボロ入ってるんで、まあ、いろんな作品が見れてとても面白かったです、はい、4コマ漫画日常日常系好きだったらおすすめですそして メタモルフォーゼのーは3巻こちらは、えー、70歳だか80歳だかぐらいのおばあちゃんが BL 漫画に興味を持って、まあ、その日常生活を含めて例えば BL 系の雑誌の発売日に本屋さんに行くとかとかイベントに興味を持つとかそういうなんていうかもうハートフルなあこういう出会いもあんのかなって、まあ、想像するようなちょっとなんていうか心温まる話ですね。まあ ちょっと独特の漫画なので誰向けに作ってんのっていうのは難しいですね多分この動画を見ている人向けには作ってないと思いますのでまああんまりお勧めはできないかもしれないですねそしてああこちら「羽ばど」1巻から13巻までちなみに14巻15巻ももう買っちゃったけど今日ちょっと持って帰ってきてないんで残念ながら こっちにはないですけどまあ一応今現在最新巻が確か15巻なんでそこまで買ってあります超面白い以前そのアニメでやってたので結構知ってる方も多いと思うんですけどこれは面白いわいやずっと気にはなってたんですよアニメ化で知っていやでもアニメ化以前にも,も知ってはいたんですけど表紙見て気になっててでアニメで面白くてさらにその後話題になってその漫画の内容がどん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 映画が変,変わってって でなんかど,ど,どっかでその作者の話でもう自分の絵は可愛いじゃなくてもいいのかなみたいなコメントがあったのを見てその可愛いい絵は可愛いのを描く人に任せて自分は自分の描きたい絵を描こうみたいなそんな風なコメントがどっかで見てそれを見て以来もうあこれは買おうって誓って買ったやつですねでもこんな感じの表情を描きます良くないですかこの表情いい顔するよすごいなんていうかもう女性の表情がとても何ていうか魅力的です おー頑張ってるって感じみんな応援したくなるいやこれはちょっといい作品ですね全10あ今のところ15巻まで発売してますそしてまあおまけ邦岡、まあ、高校の列島生29巻もう安定の楽しさですあ今ゆっくり読んでます楽しいって感じで、えー、ちょっとまあ 5から10冊ぐらいちょっと多分買ったけどこの中に入ってないってのはあると思うんですけどまあほぼほぼ買った作品ですね1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1プラス羽羽場15巻だから36でプラスなんかいつもなんたらに米の飯ってやつもあるんでそれもあ,あと3冊ぐらいないから、まあ、40冊ぐらいですかねだから1ヶ月20冊ぐらいのペースで買ったって感じですかね このこの2ヶ月で買った中での自分のインパクトのでかいやつを上げるとすればまずハネバド、これは本当にすごかったえー、っと運動するスポーツもののあ女性のスポーツものの作品が好きな方はぜひともおすすめですこれは超面白かったあとはそうだなまあ味は安定でしたね あとやべえと思ったものはまあ空挺ドラゴンズもまあそうですねやっぱり大安定ですね空挺ドラゴンズこれは自分の中でかなりの存在感を発揮してますねそして先ほど言ったデイズデイズサッカー漫画ですねちょっと一応絵あげていくかまずハネバドとってもよかったですそしてえーあれん,なんて言いましたっけ アネバドとあト空挺ドラゴンすか空挺ドラゴンズこちらですねそしてデイズいやーでもさらにこの中から死亡うとすればやっぱこれデイズだなはい33巻まで積み上げられたこの感情運入が爆発しますマジですーげえ面白かったこれこの巻は多分定期的に読んじゃうな うーんすげえよかったなスポーツ漫画って自分はあまり読まないって思ってたんだけどいざ読むといややっぱ面白いもんだねしかもこの人の作品はもうオーバードライブの時からもう面白いって分かってたんでもう安心して買ってましたいやーすげえ面白かったもう時間がすごい長くなっちゃいましたねということでえー、2月じゃ違う2月じゃねえよえっと5月6月に 自分が購入ししたた漫画の紹介になりましたということで、まあ、またコマごま今後も紹介していければなとは思ってますけどちょっとわかんないです。頑張れたらいいな。ということで今回この辺で終わろうと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。